さあ始まりました発掘鉄道記録映像。今まであまり一般には見ることができなかった昭和の鉄道記録映像を視聴者の皆さんと一緒に見ていこうという番組です。はい、ということで早速映像を見ていきたいんですけども、その前に鉄道やその時代背景を解説してくださるゲストをお呼びしております。亜細亜大学講師佐藤先生です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回見ていくのはですね、たくましく明日を創造するという1977年に南海電気鉄道の90周年を記念して作られた映像です。南海っていうと非常にやっぱ歴史があるようなイメージがありますけど。そうなんですか。先生、この南海電鉄、この名前の由来っていうのはどこから来てるんですか。南海、あの鉄道会社の名前ってその沿線地域 その名称をつけるケースが多いんですけれども、この南海電気鉄道っていうのはその会社 なんかその最終的に行き着くところとか目標みたいなものを表していると。でこれちょっと用意したんですけど、明治37年の鉄道の路線図 で南海、まあ、この頃は南海鉄道ですけれども、大阪からまあちょっと地図では非常に短い路線描かれているんですけれども、この南海電気鉄道の南海っていうのは、あの昔、まあ1000年以上前の話ですけれども、あの中央集権体制ができた時に地方を統治するために地域ごとに名前を付けたんですよね。それがその東海道だとか山陽道だとか、で東海道にしろ山陽道にしろ道がついてるから道路じゃないかと思うかもしれないんですけども、もともとは行政区画の名前として何々道ってあるんですよね。だ今北海道っていうのが北海道この地域の行政区画ですよね。残ってますね、まだ。で実はその南海電鉄の南海も南海道なんですね。紀伊半島の南から四国にかけてこの行政区画の名前として南海道と呼ばれていて、それで南海鉄道、南海道、大阪とね和歌山を結ぶだけじゃなくて、その先四国、それから、南のその紀伊半島の南の方まで広がる地域の名前なんですよね。やっぱ歴史があるんですね、南海っていうのは。名前にもね、長い名前にも名前もね。ああ、これじゃちょっと早速見ていいですか。なんかね歴史あるっていうんで、いろんなね鉄道出てくるんじゃないですか。そうですね、ちょっと見てみましょう。はい、じゃあ早速見てみましょう。おお、早速ですね。渋い、これズームカーですか。違うでしょうね。違います。あれは南海線のズームカーってね、あの高野線なんですよ。あ、そうですか。これズームカーですね。あ、今のがズームカーですね。ズームカー。創業以来90年を迎えた南海電鉄。今南海人はさまざまな職場でその伝統ある長い歴史を受け継ぎ、自信と誇りを持って限りない未来を目指して歩み続ける。我が国私鉄で最も長い歴史を持つ南海が大阪西成郡難波村に汽笛一声を上げたのは明治18年12月27日のことであった。当時阪海鉄道と呼び、難波から大和川までの間をマッチ箱のような汽車が走り、その創業の使命は交通機関による南海地域社会発展への貢献と人々の豊かな生活環境づくりにあった。創業開始当時の難波停車場、当時駅はステンションと呼ばれ、人々の良き交流の場でもあった。ステンション。阪海鉄道は明治31年には南海鉄道となり、明治36年難波和歌山支間が全通。この頃になると列車もモダンになり、特に洋服姿の美人ウェイトレスを人々は美人桜と呼び、大変な人気であった。明治39年には東洋一を誇る浜寺海水浴場が開設され、風光明媚な浜寺公園とともに昭和36年まで55年間多くの人々でにぎわった。翌40年には難波浜寺公園間に初めて電車が走り、44年には和歌山市までの全線が電化開通した。
こうして南海は明治大正と多くの人々に親しまれ、でこういう急行電車立派でしょ。さらに今日の高野線、阪海線、上町線、平野線などの軌道線も吸収して電化複線化を進め、南海圏は急速な広がりを見せた。昭和に入って南海はさらに拡大、昭和3年にはバス事業にも進出、今日の南海電鉄発展の基礎を築き上げた。昭和15年12月1日、南海は阪和電鉄と合併し、南海山手線が誕生。歯車南海の交通網はさらにその広がりを見せた。昭和16年12月8日、太平洋戦争勃発。戦局が激しさを増す中で、当局の強い要請によって南海鉄道は関西急行と合併、近畿日本鉄道として出発した。本土大都市の空襲は難波駅、和歌山市駅をはじめ十数駅を全焼、客車166両を焼失、戦時中の苦難の時代を歩んだ。そして終戦、昭和22年、南海電気鉄道株式会社として新発足。戦後の第一歩を新しい息吹で力強く歩み始めた。創業以来、数々の苦難の道を歩みながら、多くの人々の努力によって今日の南海は築かれた。それは創業の理念を旗印に、絶えず時代を切り開いてきた南海人の汗の結晶である。そして今日、大阪難波を中心に南紀四国を結ぶ南海圏を実現した。これが南海圏の全体像ですよね。南海電鉄は都市の急速な発展とともに様々な交通問題に直面している。乗降客の増加に伴う駅舎の改築増強、これ大体いつもこういう問題が出てきますね。その乗降客が増えてきて、これからどうしていかなきゃいけないっていう。ターミナルの改造整備の問題、都市におけるモータリゼーションによる自動車の過密化は沿線の連続立体交差化を急務としている。便利になったらみんな使えますからね。そう、また近郊都市における人口の増加に対して複線化による輸送力の増強とスピードアップが要求されている。本社ではマスタープランの実現に向けて各プロジェクトの代表者による会議が開かれた。交通整備の二大拠点でもある難波和歌山市両駅の大改造による快適なターミナルの建設、南海本線の連続立体化による踏切の解消、安全輸送の確保、高野線複線化による輸送力の増強、自然と都市の調和をテーマにした和歌山県橋本市における橋本林間田園都市のまちづくり、そして南海圏はさらに新しい時代に向かって大きく生まれ変わろうとしている。南波駅改造整備建設の第一期工事が進む。南海人の全ての力を得て南海地域社会の新しい環境づくりである。創業以来よたび姿を変えた南波駅は今5代目の南波駅として新しく生まれ変わる。南海本線では
多摩で石津川間の全長9キロメートルにも及ぶ連続立体化の工事が進められている。この工事によって踏切の事故や交通渋滞が解消され、さらに鉄道で分断された沿線地域の再開発を目指した明るい街づくりが行われる。で、ね、南海ってこの連続立体交差は結構熱心なんですね。大阪府と和歌山県にまたがる高野線河内長野橋本間の伏線化工事は、山間部という自然条件を克服しながら進められた。葛城山脈を南北に貫く全長1853メートルの新君トンネル掘削工事も並行して進む。伏線化の実現によってこの地域が通勤圏として生まれ変わる日も近い。昭和47年6月、南海は創業以来の車掌歯車マークのデザインを一新、創造と前進の姿勢を表明した。工事中の各プロジェクトも次第にその姿を現してきた。昭和48年5月、四大プロジェクトのトップを切って新しい和歌山市駅ビルの完成を見た。フラワーステーションとして市民に親しまれ、新しい人々の交流の場が誕生した。翌昭和49年3月、早春の高野線河内長野三日市長間で高野線伏線化工事の第一工区が完成。その開通式が三日市長駅で行われた。午前5時15分、一番電車は早朝の乗客を乗せ、工事関係者に見送られて発車。人々の高野線伏線化への自信はさらに深まる。新難波駅の第一期工事が完成した。旧ホームから最後の乗客を乗せて立つ最終電車。その後開通に向けて保線区、電力、通信区をはじめ、多くの人々によって翌朝まで作業が続けられていく。そして私鉄ターミナルとして日本一長い歴史を持つ難波駅が5度目の新しい姿として誕生。南海人の努力の結晶が大きく実を結ぼうとしている。難波駅では第2期工事に入り、駅舎の解体作業が始まった。40年間多くの人々に数々の思い出を残してきたアーチの駅舎は、今新しい時代のターミナルとしてよみがえろうとしている。なんかね、大阪城ができるまではここら辺までその海岸だったらしいんですね。波が押し寄せて、だから入ってるんですね、難波で、難波っていう。はあ。大阪市と堺市を結ぶ大和川鉄橋、ここでは橋梁の架け替え工事が始まった。大阪市内連続立体化工事第一期の完成を目前に、作業は慎重に進む。高野線新君トンネルが道交貫通の日を迎えた。全長1853メートルのトンネルの構内で最終発破のスイッチが入れられた。大阪って平野のすぐ周辺に大きな山がたくさんあるんですよね。
生駒さんだとか、まあ、こういう高野さんだとかね、貫通点で交わされる南海人と工事関係者との固い握手、その手と手に喜びと伏線化への固い決意が宿る。南海人の使命と90周年の抱負を聞いてみよう。南海人っていう言葉が出てきましたよ。南海人出てきました、電車が安全にスムーズに、運行できるように毎日電車の点検をやっております、立体化工事、こういうことを大きな工事を、やってる最中でございますし、私は南海人としましてね、これを誇りに思って、また電車構内におきましてももう一生懸命やっていきたいと、それ一つでございます。昭和50年12月9日、南海電鉄は記念すべき創業90周年の式典の日を迎えた。南海の創業の意義と今日の使命を語る川勝社長。この日をただ昔を懐かしむということではなく、謙虚に反省をし、未来に向かって創造と前進の姿勢のもとに全うすることができるものと。そして創業90周年のために作られた新しい釈迦の作詞作曲者の紹介、続いて新釈迦の斉唱が行われた。轟く歌声、今一万の南海人は南海90年の輝かしい歴史ある伝統を受け継ぎ、地域社会への貢献、豊かな人間環境づくりを目指して限りない創造と前進の歩みを続ける。たくましく明日を創造する南海、一人一人のたゆみない日々の努力、それは力強い南海のエネルギーとなって90年の歩みに新たなる歴史を刻んでいくことであろう。はい、なんか印象に残るのはやっぱり南海人っていう言葉ですよね。ああそうですね、吉川さんやっぱ同じ南海人としてはね、僕関東思うところは結構あるんじゃないですか。いや、もう聞いたことなかったです僕も聞いたことなかった実際先生、南海人ってやっぱ独特な言い回しですよね。まあ会社の社員に何々人ってつけるのは何回ぐらいしかないんじゃないのかなという気がするんですけどね。なんでこうね、言い方してたんですかね、この時は。だからね、あの関西の私鉄各社っていうのは、まあ、あの市場自体関東地方と市場の大きさが全然違うわけですよね。だからその沿線にいかにその人が住んでもらうかだとか、まあ、その鉄道に人を乗ってもらうかで、それぞれ特徴を出し合ってたんだと思うんですよね。南海で働いている人たちは自分たちは南海人なんだ、うん、でその一つのセオリーがあって、南海というそのイメージがあって、それをなんか打ち出す、これぞ南海だっていうところはなんかあったわけですよね。はは、個性ってことですか。個性ですよね。はは、最後にもちょっと球場映ってましたけども、まだ当時は南海ホークスって球団持ってましたもんね。南海だけじゃなくて阪急にしろ阪神にしろ近鉄にしろ、それぞれがその球団持ってたわけですよね。で球団のそのファンたちが、まあ、その鉄道にも愛着を持ってもらうと、だからそういうなんか大阪 の, その鉄道業界で の, その市場の在り方っていうのが
自分たちの南海、自分たちの近鉄とかね、はい、そういうなんかそういうイメージ作りっていうのをね重視したんだろうなっていう気がしますよね。それはちょっと関東とはねまたちょっと違う、違いますね。なんか郷土愛というかその地域愛というかね、沿線の愛情というか、それを持ってほしいっていうのも、だからね、象徴的なのがね阪急の宝塚ですよね。宝塚ファン、塚ファンですね、ああいうでその鉄道会社の取り巻きみたいな人たちをねだから作りたいっていうのがやっぱり南海人のその南海のゆえんなんだろうなって気がしますよね。はあ、鉄道会社で一つの文化を作りたいっていう、ね、ことがまあ伝わってきましたけどね、この文化。また貴重な映像を発掘してください。わかりました。見せてください。